自動運転なんていうのは本来当初のグーグルとか行ったんですよとっくに昔カリフォルニアに今頃2020年には無人運転の車を走りまくってたはずなんですよ。走ってないでしょまだまだまだやってますよ検証を。理由は簡単でねこれがネットの世界純粋に裁判の世界だったらどん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 社会実装してどん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 事故を起こしてどん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 問題が起きてそれをどんどんどん修正かけて実用化してるはずなんですよ。 だけどそれ車でできます社会実装事件で何百人何千人って人殺せます答えノーですよこれ医療も同じです相当慎重にそういったプロセスを積み上げてハードサイドの改良もやっていかないと実現しないんですですからもうリアルシリアスに今ネットそのインターネット革命とかデジタル革命のビジネスの中心が移ってきているので したがって割と今日本の企業や日本の産業クラスターというのは世界から意外と今注目されています。というのは気が付いたら先進国で真面目にハードウェアやってるのはドイツと日本しかいないぐらいしかいないんですよいないのでそうするとそのドイツや日本と組まないとそういったことが実現しないあるいは個人としてもそういうことを実現しようと思ったらそういった場所に行かないとできないという状況が生まれています。 ですからアメリカの手法ロボティクスの手法と言われてたそのギル・プラットっていうのがトヨタに来ましたよねで最近ヨーキー・松岡オっていう、まあ、あのこれもあのグール・ネストを作った彼女も来たのはそういう理由ですですからちょっといいニュースなんですがだけどもこれですべてうまくいくかっつうとまあやっぱりしかしなんですよねだってそうでしょだってそれだけでは戦えないわけだからハードウェア的な 従来型の改良改善型のイノベーション改良型のイノベーションあるいはさっき言ったボトムアップの積み上げ現状の延長線上で物事をやっていくっていう企業文化とか企業の形とかリーダーシップではやっぱりなんだかそのさっき言った破壊的イノベーションをやりたい人たちの力を取り込めない。